お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、メガナイト、まあ、枯渇みたいなのでやっていくんですけど、まあ、メガナイトこのインドラのスケバレディガーみたいなのが、言うて結構今までも何回も見られたと思うんですけど、今回はですね、これにプリンセスが入ってるっていうのがすごい特徴的なんですけど、このプリンセスが、まあ、めっちゃめちゃくちゃ仕事したんですよね。ということで、まあ、早速やっていきたいと思います。でも最近、まあ、メガナイトもそんな見ないですし、メガナイトのウルトラ染めのデッキは、まあ、ちょくちょく見えるんですけど、このメガナイト、スケバレ枯渇っていうのが、今、ネクロだったり、バルキリーが多くて、あまり見られないんですけど、言うて強いっす。普通に、なんか、使ってて全然ありかな、みたいな。思いますね。で相手中バルキリー最短で反対側にスケバレプラスのコウモリで、このコウモリを出すタイミングっていうかスケバレの後ろに結構つけるんですけど、そのタイミングがこれメガナイト早すぎるとスケバレの前にコウモリがなんか出ちゃって、コウモリが無意味化するんですよね。なんかスケバレの前に行っちゃうんで、それは気をつけタイですね。あまり良くないですね。なんで、スケバレの後ろにコウモリをつけるときは、結構遅めのタイミングで出すことをおすすめしますね。それだけでも全然変わると思うんで。このプリンセスが嫌だね。頑張れ。OK! このプリンにバルキリー、間に合わないか。今のはプリンセス延命したかったですね。今多分あれなんですよ、スケルトンが5だった。普通になんかすごくねって今思いました。え、本当に5だったんだと。はい、5だったんですよ、スケルトンのレベルが。で、これはディガー出して、よいしょ、このコウモリが生きる。で、しかもバルキリーが後ろに下がったことによって、このスケルトンが入って、おいしい、もう1個落ちた。で、相手ホグなんで、ホグにはメガナイトいるんで、今プリンセスはなんか出しておけばオッケー。で、ここはバルキリー多分一発入るかな。しょうがない。あ、待って。このメガナイトは、ちょっと早かったっすね。あれは、ちゃんとホグに当てた方がいいっすね。でもターゲット取って、よいしょ。このマスケを処理したい。いやー、インドラが強え。インドラが強え。インドラがいろいろやってくれてる。オッケーオッケー。しかも今、相手インドラにかな、ザップ打ったんで、このコウモリが強いっすね。そのためのコウモリっすね。後ろからインドラ咲いて、まあ、メガナイトは、まあ、ホグかなんか来た時用に取っておいて、これマスケかアーチャーに当てたいっすね。あとはもう守れば勝てるので、このプリンを延命。あ！優秀だった。よしよしよし。でもこれは勝ちましたね。最後別にホグ来たところでもう間に合わないんで、グッドゲームと。で、この相手でもすごいですね。スケルトン、レベル 5? で、ここまで来てる。はい、ということで、次行きまーす。で、なんだろうな。さあ、で、まあ、次なんですけど、待たなくてもいいかな、このデッキは。このデッキは待たずに結構自分から攻めてもいいかなと思います。で、インドラとメガナイトを初手に裂くのは、まあ、絶対 NG ですね。で、ここオース来たんで、まあ、後ろからディガーか、まあ、これはメガナイトでもいい感じもしますけど、ここは一回後ろからですね。しっかり。もうスケバレがあったら結構仕掛けてもいいですけど、まあ、ギャングも単体でもいいかな。なるほどね。このエレキがなかなか厄介。よいしょ。あ、相手多分あれっすね。そう、それ。これは、相手あれなんですよ。トルネードしかないんですよね。トルネポイズンしかないスケラなんで、ここでトルネード防衛をミスれ。ミスれ。OK。え？めっちゃ入るくないそれ。さては。え？全然入らんやん。どういうこと？ちょっと待って。
相手これトルネポイズンの最近なんか有名なダブルウィズボーラーインドラステラみたいなやつなんで、ウッドがないんですよ。ウッドもザップもないんで、まあ、プリンセスが効きますね。で普通に考えてスケラしんどくねってなるんですよ。スケラしんどくねってなるんですけど、これを攻めたいこの瞬間に相手がやっぱスケラを抑えて瞬間にですね、なんか逆サイとかをスケバレコウモリとかで攻めれたら、それはすごい、その形がすごい理想で、そう攻めてしまえば相手はそれに防衛しないといけなくて、なんていうんですかね、スケラ打った後にポイズンを打つコストがないんですよね。そうなるともうこっちの勝ちですね。そしたらもうギャングとかコウモリだけで防衛できてですね、アドをしっかり取れていいリズムを持っていけるんで、相手がここは後ろからメガナイトでいいかな、相手がスケラを抑えて瞬間に逆サイを一気に攻めたいですね。今ボーラーないんで、このこう守りたい、インドラ、これ左にエリキ使うはずなんで、これインドラは右、オッケーオッケー、え、これあー惜しい、なんか惜しいけど、このインドラ相手エリキまだないからボーラー焼いてくれて、これでスケバレ飛ばしてトルネ使うかな、エリキでもいいや、後ろからこれで後ろからサリン、オッケー。今相手エリキ使って、いや勝てるな、これは。さては相手のスペルがトルネポイズンしかないんで、ああじゃあすることない、これ一気に攻めようか。よいしょ、ここは相手がボーラー割いたんで陸受けがしんどいんですよね。これ多分取りに来る。で、この瞬間に多分エリキがなんか来るから、後ろからサリに追加して、もう、OK。OK じゃないや。まあ。やばい。このボーラー痛い。やばい。アイスイズが強いねー。けど、なんとかなる。これはこれだけでも守って。やばい。なんとかなんない。え、待って。サタは負けたくない？的なこともありますね。いやー、一気に攻めすぎたのかな。さてはの一気に攻めすぎたですね。でも今のまあ展開でいけばまあなんか勝てそうでしたね。まあ負けちゃったんですけど、はい、もう一回今のやつやりたいな、今のデッキのやつと。大体やっぱスペルなかったんでなんだかんだしんどそうでしたね。よいしょ。なんでまあ、勝とうとするなら、まあやっぱスケラ来た瞬間に逆サイ攻めですかね。で、スケラ打たせて、そのスケラをギャングやコウモリで楽に防衛して、って感じかな。それでエリアが取りつつ、少しずつ攻める感じですね。よいしょ。これはまあ、相手のデッキまだわかんないんで、ザップとガゴムレと、なんか言いました、ね、あーこれは仕掛けたいけど、あんまりこれはギャングか、30しすないと、これにギャング使ってほしい。で今リガー飛ばしてもギャングいるんで、これにギャング使ってほしい。 OK、 それでから裂けば相手はリップユニットがいないんで、そうっすね。でこれは美味しい、これインドラで生かしてもらって、多分この突進はしょうがないですね。入ります。あ、これは、あ、入んない。インドレイ。これは、スケバレでカウンターしたら、まあ、あれか、あれが来ますね。ガゴモリ来るんで、ここでプリンセス。あ、ガゴモリじゃないけど、これラッキー。ガゴモリじゃないけど、このプリンセスがめっちゃ仕事する。これ、延命。この延命がいやらしい。オッケー。で、これは多分、相手はアイゴレとガゴモリとかしてきたらうまいですけど、まあ、ガゴムレ。よいしょ。まあ、これ美味しいです。あ、でもディガーか。ディガー来ても、スケルトンバレルで、スケバレプラスのディガーじゃない。ザップでもガゴムレは処理できますね。これで、ここで、
この端前プリンしてあげたら、多分これにギャング来て範囲攻撃でエリポンにダメージがいく。 OK、 あー大きいじゃないんだよな、言うて。なんかめっちゃ押されてるんでよくない。ここでエリポン処理のザップで、ガゴムで来ても、うおーやば、これは一気に攻めておきたい。この間に、いやーけど攻めすぎると怖いっすね。これは、あ、入れ入れ、削っといてくれ今の間に。いや、これ三重子が前に来たら美味しい。あーやばい、それやばい、待って、これやばくね。あーこれはやだ、よくない。このデッキザカンでなるやん。いや待ってよ、落ち着け。1個取れる、1個取れる、1個取れる、1個取れない。しゃあないか、こういうこともありますわ、こういうこともこういうこともあります。はい、こういうこともありますね。いやー負けた。まあいいや、宝箱開けましょう。はい、ということで、実は密かにグラチャでさっき12勝できたんで、12勝1面やったるかっていう気持ちだったんですけどね、もう儚く終わりました。ということで今回は、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、このメガネとスキャバリリガーの動画になりました。ということで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。